さんこんにちは。元不登校です。今回はですね、南国仮面さんからの依頼パート2で2020年を振り返ってについて語っていこうと思います。4月は新型コロナも流行り胃腸炎になってしまい仕事がなくなりました。で、そこから知り合いに仕事を紹介してもらい、8月で新しい仕事に変わったのですが、なんと次は PCR 検査、足の骨折をしてしまい、またまた仕事がなくなり、10月頃仕事復帰したのですが、完全に仕事は危ない状態です。仕事が危ないことはコロナと関係ないです。しかも11月には2回目3回目の PCR 検査を行い陰性でしたが、12月に入るとついに4回目の PCR 検査をし、もちろん陰性だったのですが、笑えないことに肺炎かもと言われました。本当に2020年は運がついてないとして、暇な年でもあったので、2021年に入る前に虹も見れたので、2021年はいいことがあると信じたいです。最後に皆さんの2020年はどんな年でしたか？2021年は南国仮面見てくださってる皆さんにとっていい年で素敵な年でありますように。2021年も南国仮面をどうぞよろしくお願いいたします。以上、元不登校からでした。